豊田英二は、日本の実業家。一回は肖像くらい。君党は、君一党。豊田佐吉の老い。豊田自動車工業、株式会社社長、豊田自動車株式会社会長、同社名誉会長、同社最高顧問、社団法人日本自動車工業会会長、財団法人、豊田財団理事長、学校法人、豊田学園理事長、 学校法人豊田東京整備学園理事長などを歴任した。石田泰造と共に豊田中高の祖と呼ばれている。愛知県西葛飼郡近所村に豊田平吉の次男として生まれた。平吉は明治の末期に兄佐吉から独立、食器を据えて布を織る工場を持った。愛知県立第一中学校、第八高等学校を経て1936年に 東京帝国大学工学部機械工学科を卒業。豊田自動食器に入り、自動車部に配属され、東京市本郷区明保野の町の豊田喜一郎宅に、下宿し、豊田自動食器製作所自動車部芝浦研究所に勤務した。また多忙な喜一郎に代わり、豊田昭一郎の中学校入学式に、府警代行として出席するなどした。 1958年頃のトヨタへ2941年に日本が第二次世界大戦に参戦するとトヨタの生産能力は軍のトラック製造に向けられた。そのため航空機開発は中断された。戦後 GHQ の財閥解体はトヨタにも影響を及ぼしたが代わりにその後トヨタは自動車の製造によって日本の再建の一端を担うこととなる。 しかし、需要の増加にもかかわらず、終戦直後はほとんど破産しかかった状態で、大規模なリストラによって難をしのいだ形となった。1945年取締役就任。日本の降伏後の混乱の中、豊田喜一郎から瀬戸物業を命じられ、岐阜県田地市に通う日々が続いた。その後常務、専務を歴任し、1967年10月、 中川吹尾社長の旧姓に伴い社長に就任。こう、半島合直前の1982年6月まで14年、9ヶ月にわたって社長を務めた。この間、1973年から日本自動車研究処理事長、日本自動車工業会会長なども兼任1982年の後半合併を機に、豊田金一郎の長男である。 豊田翔一郎に社長を譲り、会長となる。1992年に会長を退任し、名誉会長となる。1994年には取締役を退任した。1999年からは最高顧問を務めた。2000年豊田市名誉市民。2002年に妻、久子が死去し、豊田市に遺産1億が寄付された。 a 日本人も2010年2月より体調を崩し、豊田市の豊田記念病院に入院していた。入院中、見舞いに訪れた、現社長の豊田雄を知った激励していたという。2013年9月17日、心不全で死去。100歳没。10月8日の閣議で肖像くらいに除されることが決定した。2014年、長男の豊田貫史郎。 愛信世機会長ら遺族から遺産10億円が豊田市に寄付された。1994年に米国自動車電動入り、翌1995年にはイギリス機械学会からジェームズ・ワット国際金賞を受賞した。1999年にはアメリカの週刊誌タイムで今世紀最も影響力のあったアジアの20人の一人に選ばれた。ありがとうございます。